ゆっけんと、エレンちゃんと、ヨコタンの、やってこれなんです。わいわーい。わいわーい。なんでこのタイトルになったの？まず。いや、それ、めちゃくちゃ考えたんですよ。めちゃくちゃ考えた。いっぱい候補出して、生配信で決めたの。あ、そうなんだ。いろいろどうしようもないタイトルがたくさんあって、なんだったっけ？音楽大好き。ゆっけんとエレンちゃんの音楽大好きとか、つまんなさそうだよね。なんか謝ってる感じのが多かったんじゃないのかな。そんなのばっかりだった。あ、今週もゲストで、はい、アバンギャルドのボーカルの浜崎陽子です。お邪魔させてもらいます。よろしくお願いします。今週が最後だね。お別れの回です。お別れの回ですね。また来るよね、週末。あ、来週。やった。来月も。続いてください。日曜日って何曜日ですか？ちょっと待って。ちょっと待って。いや、我々って、あんま曜日関係ない仕事というか、うん、まあ普段ね、ライブ現場があった頃は土日ライブだったけど、うんうん、今特にあんまり関係ない生活してるじゃないですか。でも、日曜日が来るとちゃんと、まあ、日曜日だ、休もうって言って、日曜日採用するんですけど、陽子さんはいかがですか？毎日が夏休みのタイプだからね。そう、それにもかかわらず、日曜をこう、二重に。いや、日曜っていうか、最近曜日が本当に分かんなくて。分かんないよね。今日何曜？今日はね。今日はね、今日はやっこれだから多分月曜だと思います。でしょ、はい、で、恐ろしいことにすぐ金曜日が来るようになったの、最近。ああ、分かる。怖いね。怖くね？怖い。何してるんだろう。寝てんのかな、ね、なんか、月、金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 、みたいな。金曜日多くねって。そうそう、金曜日多いわ、みたいな感じになってて。日曜日はね、基本的に日曜日にしてるから。なるほどね。日常を。いや、なんか、我々も基本的に日曜日なんですけど、そう、やらなきゃいけないことってあるじゃないですか。いっぱい、ね、やらなきゃいけないこと多分できるタイプだと思うんですけど。それができないよ。本当ですか？もう、できないのよ。じゃあ多分もっとできないんですけど、うん、それでできないなと思って一週間過ぎて、うん、で、日曜日も、できないことあるままなんですけど、今日日曜日だしなと思って休む。だから、つまり、平日頑張るっていうの、平日だからやるぞはないんだけど、うん、日曜日だから休むはあるっていう。そう。でも、平日だからやんないといけないっていうのもおかしくね？まあね、そうだね。日曜日だからやるぞみたいな、はないの？ない。ないです。逆にさ、なんかお前らが休んでる時に俺は働いてんだぜみたいなさ、言うやつかもさ。一度感じたことないです。一緒になって休みます。でも、ライブの時とかって、逆に、その、お客様の日頃のうさをさ、晴、うんうん、らしていただくためにやってたわけじゃん、週末。今、それがない状態で。そうね。みんなどうしてんだろうね。日曜日とか発狂してんのかな？発狂してるか、うん、でも、オタクの方々って今、日常をと、人生を取り戻してるんですよね、多分。なんで？え？どういうこと？日常を取り戻してるって聞きますけどね。日常って、日常って取り戻せるなかったんだ。彼らは。最初からなくない。日常って何？私はまだ知らないですけど、日常は。なんかその、仕事してライブ行って、そのお金をそこに行ってやつだったのが、うん、時間があるから、うん、なんかいろいろなことを、普通の人間がやってることをやってるって説が。ああ、料理とか、ね。料理とか、はい、暮らしとか。盆栽とか。人によっては。洗濯とか掃除とか。洗濯とか掃除とかそういうこと、うん、じゃない？へぇー。そう、あんま興味なさそうな感じだった。へぇー。って。どうでもいいですね。どうでもいい、ね。でも、まあ、人の生活気になるよね。みんな何してんだろうな、うん。ちょっと気になる時がある。なんか私こんなに、頑張ってるけど、みんなこんな頑張ってんのとか、ちょっとね、腹が立つ時が。あとは逆バージョンもある。私こんなに頑張ってないのに、みんななんかちゃんと電車とか乗って会社行ってて。いや、それはもうめっちゃありますよ。偉すぎるって思って。偉すぎる。無理だもん。無理だからこういう職業してんの。
今日も全員遅刻したもんね。そう、すいません。大変申し訳ない。アップデート持ってきたら誰もいなくて安心しました。ごめんね。で、連絡が来た時に、安心してください。今バスに乗りましたって。送って。どうしようもない人間の集まりだよ、ね、これあのみんな月曜の夜っていう、うん、あの今週も月曜が来てしまった疲れたって日に見てると思うんで多分3人の遅刻であの緩い気持ちになってくれたんじゃないかなと思いますね。別に日本人がきっちりしすぎだよ。そうですね、うん、だからなんかちょっとさなんか緩くなってもいいんじゃないって思いません？うん、じゃあさ、うん、2時間までは遅刻に入らないことにしようよ。長くね、それ。長いか。違ったか。30分は全然余裕で待てる。30分は余裕。いつまでが許せない、うん、へぇー、でも。大体みんな30分は遅れるから。そうですね。うん、友達だったら別に何にも。思わないよね。思わないですね。うん、でもなんかこの不本意な待ち合わせとかあるじゃん。うん、もともと自分が行きたくない待ち合わせに、そうそうそう、行きたくもない待ち合わせに時間通り行って、うん、会いたくない人が遅れてきたらそれ嫌かもね。それなんかもう本当にそんなことないですよ、ね、ない不本意な待ち合わせしないタイプです。不本意な待ち合わせ、いやなんかちょっと仕事で嫌な人がいるとかさなんか言っちゃったけどそれもう答えですよね。仕事嫌な人がいるっていうことが分かったって、うん、いただな、うん、いたんだ、ほむった、ほむった、ほむれてよかった、うん、ほむっていきましょう。はいはい、じゃあ明日も頑張ってください。明日もホームっていきましょう。バイバーイ。ステイホーム。ホームにホーム。よし。